はい、というわけで今回は M60A1 AOS、 こちらはね、エイブラムスが登場する前までね主力だった、アメリカの戦車でございます。今回はこちらを使ってワーサンダー遊んでいきたいと思います。それではスタート。M60A1 出撃。まずは、後方から遠距離で味方の支援を行っていきたいと思います。こちらの車両ですね、パットンよりかなり、手法が強化されまして、貫徹力も高くなっております。そしてフォルムがスマートになりました。エンジン音も変わってますね。エンジンが強化されたようです。レッツゴー。内部音もいいですね。パットンよりより機械的な音になりましたね。このマップは遠距離から攻撃されることもあるので、まあ、うまく地形を利用しながら攻撃していきたいと思います。今のところ敵は見当たりません。ナイス、いいですね。なかなかいい地点。A 地点を占領したと同時に敵軍が C 地点を占領。
両が、はい、あ、先に行くんだ、はい、目標破壊。落としてきましたね。危なかった。私はここで今日は退避。エンジンオフ。ちょっとエンジンを消さないと見つかっちゃうので、できましたね。ルイステンスキーの敵車両をターゲティング。再装填急げ。装填完了。ナイス。
方安定装置がしっかりしますね。無理だな、それは無理だ。やられてる。いやーなかなかね、うまく使いこなせればよかったんですけどね、やられちゃいましたね。まああとはなんとかしてくれるでしょう。はい、というわけで皆様ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.